はい、おはようございます。一です、はい、一番車ということで、はい、ちょっと想定は少し想像というか、そうですね、特別警備行ってきゃお前から新山が一番いい、はい、一です、ね、一番、はい、行ってきな、はい、で、まあ、牛山さんと、まあ、関東五冠さんと、はい、まあ、3人です、ちょっと聞いてみて、はい、これ連携あるか、牛山さんはないです、うん、はい、で、まあ、千葉勢3人と、まあ、北が3人、桜井さんが先頭になりそうです、はい、ちょっとまあ宮原は初日だけ東西で別タイムで、はい、まあ、G1 の初ですよ、はい、そうですね、うん、はい、心境としてはどういう感じですか。まあちょっと緊張はするんですけど、うん、まあ自分のレースができればと思います。今日移動なんですか。はい、そうですね、はい、じゃあ昨日まではしっかり地元 で、はい、どれぐらいやれそうかなというか、なんかそのワクワク感はどうでしょう、みんな期待しますよ。そうです、まあ、自分でも分かんないんですけど、まあ、できる限り頑張りたいと思います、うん、デビューからは早くというか、まあ、1年経たずに一番の舞台なので、そうです、かなりいい勢いで来れたかなと。はい、そうです、ね、その中でも、まあ、ちょっと課題とか見せながら宇都宮なんかも1年の後、ちょっとやりたい練習してから、そうですね、まあ、しっかり練習はできたんで、うん、はい、一番のポイントというかどうですか、脚力だったり、そのレースの中の組み立てだったりっていうのは、まあ、組み立てもそうですけど、やっぱり、まあ、スピードがまだまだないのかなと思ったんで、まあ、そういう練習もしてきたんで、うん、やっぱり伊藤で感じるところもあったと。そうですね、はい、まあ、じゃあこの G1 の雰囲気を味わいながら、はい、そうですね、楽しみたいと思います、うん、まあお、まあ、強めのとかトップの選手もよくあってあれですよ、はい、こう勢ぞろいするとやっぱり、そうですね、まあ、雰囲気も全然違うと思う。はい、伊藤は若干ちょっと全プロは皆さんリラックスモードが少しあったり、そうですね、時間は、はい、また違うと思うんで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい。